あと MV がね、なんと三期生楽曲の幽体離脱と金縛りの MV が制作されるので、ぜひぜひリポストして、もうね、いっぱい拡散させてください。絶対です絶対です。どうさん、なんだっけ、あのプレゼントボックスありがとうありがとうありがとう。テレビの内画面のかすみをぜひ見てね、見てください。絶対。かまねパパさん、雪の化粧ありがとう。ムッタフさん、ハートありがとう。スケマさん、バラありがとう。なんかちょっとね、これはね、また裏話になる。楽しみだね。自分たちもさ、まださ、どんなに仕上がったか分かんないから、撮影したからこう分かっ、ん、なんか内容はもう大体分かるんですけど見ないとどうなる、見なかったらショールームで怒ります。そう、なんか自分たちもさ、まださ見てないからどんなに仕上がったのか分かんない。かすみはきっと爪痕残して、そう、でもすずさん、ハートありがとう。でも一つ心残りがあるんですよ。なんかね、爪痕残せてない気がする。わかんない、なんかもうなんか頑張ったから、めっちゃなんかちょっと爪痕残ってますように。本当に残ってますように。楽しみ、早く見たいね。楽しみだな。なんかさ、バラエティ番組マジで大好きなんですよ。本当にイッテ Q とかもだし、ドッキリグランプリとかもだし、モニタリングとか、もうマジでもうバラエティ番組で生きてきたっていいぐらいのバラエティ番組好きだからさ、めっちゃ嬉しい。だからこれからじゃんじゃん爪で後を残して、バラエティにね、もっともっとバラエティでもっともっと活躍できるように頑張ります。なので皆さん拡散してね。あきなさん、ありがとう。かすみくんはクリスマスライブ爆に伝える。やった。そう、クリスマスライブね。でもさ、雪かもしれないよね。雪が降らないことを祈るけどね。祈るけどね。MV でかすみのシーンはチャリ爆走するときにして。ちょっと待って、どういうこと。そんな歌詞じゃなくね。なくない。絶対ちゃうやん。なんかさっき全員フォロー、まあね、私も全員フォローした。アッキーさん、ミーさん、こんばんは。ムタさん、ハートありがとう。マミーにも、そう、マミーさんにはお会いして、一緒に収録してしましたね。挨拶をしました。暗くなったらほとんどカットで放送されない様子だけど、どんなかな。どうなんだろうね。でも確かにわかるかも。なんかめっちゃさ、どの番組もかもしれないけど、撮影は長時間だけど放送時間は短いみたいな。確かにそういうイメージはあるかも。ちょっとテレビでどうなのかですね。ヤシーさん、こんばんは。ヤシーさん、はじめましてじゃないですね。イモース もちろんイモースも好きです。イモースにもね、たくさん出たい。面白いことしたい。バラエティーに出たいです。コテカントおめでとう。ありがとう。ヨッシーさん、ありがとう。モースもね、出たいね。チャラペさん、だるまありがとう。チャラペさん、ハートありがとう。おやすみメール来た。よかった。収録で歯を飛ばしましょう。いや、そんなさ、飛ばそうと思って飛ばせるもんではないんよ。ヨッシーさん、雪の化粧ありがとう。キアニーさん、こんばんは。自分は14人しかフォローしてないよ。あ、どういうこと ?3 期のってこと?やすさん、こんばんは。キアニーさん、X フォロー。ありがとう。嬉しい。皆さん、フォローもリツイートもいいね。リポストも、いいねもたくさん待ってますね。寒波とかね、そう、雪降ったらさ、来れなくなっちゃう人もいそうだから、片
頭いそうだからさ、降らないでほしいけど。ヤシさん、ハートありがとう。じゃあ一杯の水の MV でかすみのチャリシーン来て。なんでそんなにチャリコがしたがるの。もうね、ハートありがとう。かすみは面白いから大丈夫。ありがとう。クリコンは DMM からお会いします。ありがとう。じゃあかすみんが全力を出せるように応援しといてね。かすみフォローしてありがとう、嬉しい。もーにゃん、ハートありがとう。そう、今日はえへへですね。今日はレッスンはえへへを着てました。えへへ、ゆみりんさんのえへてぃです。えへへ、えへへへ。これでもレッスンで初めて着た。なんかさ、あんま着すぎたらさ、なんか何なんだろう、このさ、もうね、なんだっけ、あのカラーズの T シャツを着すぎて、カラーズのね文字がもう剥げそうなんですよ。だからそうなったら嫌だから、これもだからあんま着ないようにしようと思ったから、今日初めて着たエヘティ、大切にします。エヘティです。ママにゃ、今さ、そろそろ寝起きドッキリ、寝起きドッキリやりたい。あとあれもしたい、自分個人的にね、24時間あの耐え、なんだっけ、寝ないやつ寝ないやつしそう、あ、したい。コナーさん、こんばんは。残念ながら研究生のクリコンに入れること。なんで残念なんですか。あざといかすみが可愛い、ありがとう、嬉しい。そう、あざとくなりたい今日この頃って送った。あざとさを極めたいか。タコタンさん、こんばんは。エクスフォローした。ありがとう。カスミンが得意な絵、確かに。確かに。今日ね、そこの絵を着てたら、ヒーターとかね、さネタで、何何してんのみたいな言って、いや、いつでも笑うのが大事よって言ったら、じゃあなんだっけ、怖い曲ってか、なんて言ったらいいの、なんかあんま笑わない曲でも 笑えよって言われたっていうしょうもない日常会話です。こんな会話しかしてません。3期はね、いてててて、髪挟まっちゃった。3期の会話はね、多分しょうもないと思う。日常会話の中の日常会話です。カスミンの自分って作りたいわ。カスミンは何 T になる、何 T シャツがいいんだろうね。ユミニーさんのサイン入りの T シャツロゴが、あ、違うよ。なんかね、カラーズ、こう多分1種類の子もいるんだけど、自分は2種類着たんですよ、赤と青を。だから赤と青来たから、どっちもいただいて、で赤にユミニーさんのサインを書いていただいて、それはもうね、傷に取ってあります。で青ももらってたんで、で青をね、もうね、めっちゃレッスンで着てるんですよ。そしたらもうね、剥げちゃいそうになりました。ヒロさん、なんだっけ、クリスマスのやつありがとう。ペピーさん、花束ありがとう。この前団長も洗濯物ためすぎていて着るもなくて、AD です。ちょっと待って、何団長って、おもろいな。森尾さん、谷さん、こんばんは。愛してる、間違えた、お疲れ様。なんで、間違えてないやん。ごまかす時にお疲れ様、確かにね。タイムファイヤーさん、息抜けしありがとう。森尾星軍団の会合ってやだわ。なかなか面白いつく、確かに。ヒロさん、ハートありがとう。自分って書いてあるやつやで。あ、そういうこと、自分って言って、そういうことね、自分って言って。でもね、結構自分っていう一人称の人いると思うんだけど、ミューポンとかも自分だった記憶がある。あ、ミューか、サッチーはめっちゃ一人称ある気がする。うちも言うし、自分も言うし。あ、この前ね、初めてさっきって言ってたの聞いた。サッチーはよく自分とうちって言ってる気がする。長谷川さん、こんばんは。長谷川さん、いかがでしょう、ありがとう。
ミラテックさんこんばんは。かすみの T シャツで、そんなに二期生が前に24時間配信した、え、知ってますよ。なんかね、それをね、誰かがやりたいって言ってた気がする。3期の忘れちゃったけど誰だったか、いつだったか。マウント取ってきた T シャツ、え、そうマウント取った T シャツです。美香の海賊さん、シンクさんこんばんは。自分よく使う、え、だよね。自分ってさ、なんか便利な一人称って感じ。レイジにも自分が映ってます。確かに、リエチって自分って言うっけ。リエって言ってるイメージが多いかも、大きいかも。あんまリエ以外聞いたことない気がするぐらいリエって言ってる気がする。なあちゃんも私って言ってるの、言ってる、ナオミョンって私って言ってるの。ナオミョンはね、自分って言ってる気がする。でもね、わかるかも。ファンの方の前だと一人称がちょっと変わる。たまに私っていう自分も。シリアさんこんばんは。サラーさんのサインが書いてある T シャツならも、え、いいな、欲しい欲しい。ユーナさん、誰か拾ってね、さこんばんは。けどほぼリエ、確かに。森星軍団の集会は大抵レッスン後にサイズやカスタでご飯食べながらうだうだする。ねえ、ちょっと待ってちょっと当たったんやね、面白いな。ちょっと当たってるのが面白い。自分さ、 X さ、なんか投稿したことなくてさ、全く分かんなかったんですよ。だから今日はレッスン終わりに今日はね、レッスン終わりに、あの X をなんて言うんだっけ、 X 特訓をしました。マジで分かんなくて X 教えてもらった。24時間のウーバー対決、さっきでも見てみた、やりたいかも、やりたいかも自分って気分いい時に多分よく自負してる。なんか、うん、よく分かんなくなっちゃった。かなうの、かなうって我って言うの。かなうはね、かなうか、うちって言ってるイメージかも。あきのさん、ハートありがとう。かすみも、かすみねって言ってほしいとか。え、なんかね、中学生までかすみって言ってたんですけど、なんか、かすみが早口すぎて、かすみが、なんだっけ、なんか、あったの一回ね。なんか、友達と話してるときに、なんか、かすみって言ってるつもりなんだけど、なんかもうかすみが早すぎて、かすみやーみたいな、かすなんか すしか聞こえなかった、すみやーって、すみやーみたいな。だから、あ、これちょっと恥ずかしくて、それが。だからね、その時からね、一人称を自分に直したかも。中学生の時はよくかすみかすみって言ってた、かすみはーって。でも今はもうかすみって言ったら違和感がある。だから自分が一番。浦部さん、息抜きしありがとう。サッチは、サチコは、え、そうなの、サチコは面白いな。通常と配信ではちゃんと変えているのは偉い。え、なんか何なんだろう、自然と私って出る時がある。てっちゃんさんこんばんは。ちゅうちゅうさん、息抜きしありがとう。これでメール取りませんかの画像のネタが増える、たくさん画像、確かにめっちゃあげるね、たくさん画像あげる。でもね、画像がないんだよね。なんかあんまさ、撮らないんですよ。撮ってもブサイクだから、写真がないから増やしていこうと思う、これから。目標、今年の。リゾートダイバーさんこんばんは。そう、すみはって言っちゃってた。ゆういちさんこんばんは。ひろさん、ハートありがとう。しまんばらさんこんばんは。かすみ、今仮想弟から姉ちゃんって呼ばれてます。ちょっと待って、姉ちゃんって呼ばれてるよ姉ちゃんって呼ばれてるよ。姉ちゃん、姉ちゃんか。でもね、なんかいつから、めっちゃ昔はね、姉ちゃん姉ちゃんって言ってたんですよ。姉ちゃん姉ちゃんって言ってくれてたんですけど、最近はなんか生意気になって、お前って言われるようになった。お前の方がなんとかだろうみたいな、
みたいな言われるようになった最近。ちょっと生意気になりました、カス弟は。リサ子は最近オイラっていう、ああ言ってるかも。この前僕オイラ俺なんか言ってた。もう55分か。じゃあ58分になったらダンジョン読もうかな。メンバーに撮ってもそう、メンバーにね撮ってもらってるんですけどね、なんか足りない思春期だから読めないし。確かに思春期にしては早くないか、思春期にしては早くないか。私の弟はまだ小6ですよ。この前ね修学旅行行ってた。なんかね意外だったことがあるの、その修学旅行。お土産買ってきてくれてた。めっちゃ意外だった。絶対買ってこんだろうなと思ってたらさ、お土産買ってきてくれてた。意外すぎた。なんかでもね、それでよくよく思い出してみたんですよ。したらさ、小学校でお土産買ったことないなと思って、小学校の修学旅行でお土産買ったことないし、でも中学校も高校も行けてないんですよ、修学旅行に。悲しい。だから行きたいなって思ってた。弟さんいる、そう弟さんいるんですよ。姉思いないい子じゃん。まあ確かにお前って言われるけど、親子に見られ、さすがにね、ちょっとささすがに弟がもうでかすぎるわ、成長しすぎてる。なんかもうちょっとちっちゃかったらいけたかも。今ぐらいに弟が生まれてたらいけたかもしれない。ちょっとさすがにでかすぎるわ。なんかね、この前リアチューの配信を見てたの。そしたらリアチューの配信でなんかちょうど入った時だったから分かんなかったけど、何の話してるのか、なんかなんだっけ、あ、かすみそれにしては大人っぽいなみたいなコメントを見て、あ、やっぱ思われてるんやなと思ってそう大人っぽい、多分ね大人っぽさ誰にも負けない気がするんだけど、どう思いますか。58分か。誕生日もかすみ愛してるのか、トップクラスに来るか、愛してる、ありがとう、嬉しい。私壇上を読みます。13位の方、半瀬川さんありがとうございます。12位の方、秋野さんありがとうございます。11位の方、タイムファイヤーさんありがとうございます。10位の方、チューチューさんありがとうございます。9位の方、カムネパパさんありがとうございます。8位の方、ドゥイさんありがとうございます。7位の方、モモニャンありがとうございます。6位の方、ダイちゃんさんありがとうございます。5位の方、ヒラさんありがとうございます。4位の方、ヨッシーさんありがとうございます。3位の方、ウラブさんありがとうございます。2位の方、チョラップさんありがとうございます。そして1位の方はドンさんありがとうございます。皆さん今日も見ていただいてありがとうございました。じゃあてことで SX もね始まったので、フォローとリポストといいねとね、コメントもたくさんしてください。いっぱいいっぱいポストできるように頑張ります。ではでは、今日も一日お疲れ様でした。また明日も頑張ろうね。明日は金曜日だよ。明日はクリスマスライブの前日だよ明後日も待ってるよ。ってことで、バイバーイ、おやすみ。さて、あと何秒だろう。もう気まずいって言われちゃうってね。なんか自分がさ、もうこうやってバイバイって言った時にプチって切れたらいいのにねって思う。おやすみ、バイバイ、自分で切ろう。バイバイ、おやすみ。